Truckers X TV on air。We are now live in 3, 2, 1。Alrighty then. Now that we got the checkpoint, where the heck am I supposed to go back to? Over here. Got it.行動暗いな。すごく奥の方に光が見えるわ。一本道っぽいけどね。盗賊は帰ったっぽいし、向こうから誰か来たらわかるし、まあ大丈夫でしょ。行こうよ。前に立て看板、何か書いてあるね。この先エスタード三等爵家ベリック様の土地につき侵入禁止だってさ。持ち去ったのは貴族だったか。足跡がたくさんある。足跡の方向には町があるんじゃないかな。エスタード家の屋敷もそこにあるかもしれないし、真相を確かめに行こうよ。Okay, we can finally have a mouth on my sneeze. Oh great, those pangolith lizards again. Dodge them! Aquatic lizards, to be exact. Dodge them, by all means. In the corner? No. It's more above us? Oh wait. A town? あれってお祭りじゃない？楽しそう。
いろいろ気になるな。君はあの光る雨が好きじゃなかったっけ。し、吹け流せ。え、あれも美味しそう。シノノ、食べ過ぎたら困るからシェアしない。ユージュは食べられないものとかあるのかしら。え、アスナの質問を棚上げにして僕と会話。いえ、特には。みんな好き勝手に買うと思うから、嫌なものがあったら言った方がいいわよ。シェア了解。どっちの味にする？遅れて答えを投げた。アスナも答えを保留にして喋っているし、何が起こっているんだ。普段はこんな会話をする人たちではなかったのに。見て、ユージオさん、何か安売りしてる。お祭りだからかな。え、ああ、そ…こっちの洋服屋さん、オートとデザインが違って素敵かも。ねえねえ、キリト君、言ってもいい？いいよね。僕の答えがまだなのに、突然キリトと会話を始めた。うん、よし、寄っちゃいましょう。やったー。答えを返したのがリズだし、キリトは無言だし、リーファはそれで納得している。キリトの許可はいらなかったの？何のお祭りか知らないけど、安売りは最高ね。髪飾りあるかな。ちょっとキリト、あの鎧かっこよくない？あ、風が出てきたな。ちょっと涼しい。答えを保留にした上で爽やかにごまかした。あれ、リズさん、もう急に立ち止まらないでくださいよ。ユージオさん、ぶつかってごめんなさい。痛くありませんでした？全然痛…あの小物屋さん、かわいいですね。気にするな。キリト、あれは何？し、小声で話せ。ごめん。どうやって会話すればいいのか教えて。買い物に夢中になった女の子の前で男が許されているのは笑顔でうなずくことだけだ。会話なんて諦めろ。そうなのか。じゃあさっきから君が答えをはぐらかしているのも。明確な答えを出すのが一番悪い立ち回りだからさ。色や形の好みを聞かれてもうかつに答えるなよ。どうして？露店での買い物は要注意だ。太陽光とコースや松明の明かり、色味や影の違いがあるからな。勢いで買ってしまった商品で後悔することも多い。そして持ち帰った後似合わなかったら俺たちのせいにされる。そんな、理不尽じゃないか。理不尽でも何でも俺たちにできるのは笑顔でうなずくことだけだ。もしどっちが似合うなんて恐ろしい決断を迫ってきたら、どっちも似合っているとだけ言うんだ。立ち回りは理解したけど、どうして突然こうなったの？会話の中で誰がどんな答えを誰に求めているのか、まるでわからないよ。一見矛盾だらけで自己完結している会話なのに、全体から見ると親密な雰囲気が成り立ってる。あ、確かにそう。それは女子会。俺の世界でそう呼ばれて恐れられている。女子が大勢集まると繰り広げられる異次元の社交術だ。女子会、恐ろしげな響きの言葉だね。ユージオ君、頭で理解しようとするな。慣れるんだ。それしか生き残る道はない。キリト、君は今までどれだけの修羅場をくぐって。へえ、格闘専用の道着だって。珍しいな。あ、喧嘩道具店、あの屋台面白そうだなあ。ユージョ、ちょっと寄って。ユージョ、ああ、ユージョだけじゃないな。みんなとはぐれちゃったか。キリト君、ここにいたのね。みんな探してたんだよ。ごめん、気づかなかった。門のところで集合になっているから戻ろう。まあでも急ぐことはないよ。どこか寄ってく？
男の子ってああいうお店好きよね。いや、珍しいから見ていただけで。寄ってもいいよ。じゃあちょっとだけ。アースナ、これヘッドギアみたいな兜だ。打撃防御特化型か。トゲトゲのついた靴。これ装備で幻月を出したらダメージアップするよな。やっぱり興味あったんだ。ありました。デートって雰囲気のお店ではないけど、後で水晶みたいな形の光る飴をおごってくれたら許してあげるよ。それ俺も好きなやつ。一緒に食べよう。声が明るくなったね。よかった、本当によかった。送り出した時は心配で心配で、ついていけばよかったって思ってたんだよ。そうか、自分では気づかなかったけど。裕次郎くんのおかげだね。男の子の友情ってずるいな。でも私がいることも忘れないでね。忘れた時なんかないよ。アスナがいたから今の俺がある。キリト君、よし、飴を買いに行こうぜ。みんなと合流した時いいなって言われちゃうね。その場合の選択肢は2つだな。みんなに見せつけてやるか、食べきるまで合流せずブラブラするか。どっちも怒られちゃうね。まんじて怒られよ。あ、キリト君、この通りものすごく混んでるよ。避けないと。ここを通らないと遠回りになるし。こうしよう。どうするの？その、なんだ、もうしっかり繋いでてくれよ。離れないようにするためだもんね。こうやって手をつなぐのは自然だよね。もちろん自然だ。ただできれば繋いでいる手が周りから見えないようになるべく近づいてくれ。そうだね。誰かに見られたら。誰かに見られたらどうなるというのだ？リーナ先輩、どうしてここに？久方ぶりだな、キリト。なーに、ちょっと用があってな。それで今後気をつけるために司祭を語ってはもらえないか？いや先輩、語るまでもありませんので。この悲鳴は、そう、お祭りでテンションが上がっただけですから。テンション？神聖語か。私もそのテンションとやらに参加しよう。キャー、これでいいか？バッチリです、さすが先輩。お前たちのいた世界の風習に触れられて嬉しいぞ。それより先輩、さっき用があるって言ってませんでした？もちろん、この祭りのためだ。武芸をたしなむ者、荒くれ者、腕に自信のある者、こういう類の者たちにはたまらない祭りであるからな。毎年参加しているぞ。はい、武芸？あ、太鼓の音で人の流れが止まった。さあみんな、広場に行こうぜ。広場で何が？知らないで参加していたのか。まったくお前らしいといえばお前らしいが、この催しは喧嘩祭と呼ばれている。その名の通り、人と人が一対一で戦う祭りだ。戦う？いさかいは禁忌目録で禁じられているはず。かつてこのエスタード領には決闘士という天職があり、壮大な御前試合が行われていたのだがな、不況の折に決闘士も養えなくなり、御前試合もなくなった。しかしここの住民は御前試合の興奮が忘れられず、領主が今のベリク様に代わると嘆願しに行ったのだ。
御前試合を復活させてくれと。それで始まったのが喧嘩祭ですか。そうだ。決闘士などという贅沢な天職は確保できない。なのでそこら中から戦いたい連中を集めて喧嘩させようという流れとなり、今夜だけは喧嘩をしても許される。みんなで戦って王者を決めよう、そういう祭りとなった。素手の喧嘩ですか。そこは決闘士の名残でな、武器の使用もありとなった。危険じゃないですか。よく人が集まりますね。商品が豪華ゆえ、なんと遺跡のお宝だ。え？周辺に遺跡が多くあるのだが、これらは領主権限で封鎖される。遺跡から発掘されたお宝を喧嘩祭の商品として提供するためだ。だから私たちの行った遺跡も封鎖されて。リーナ先輩、俺たち古代遺跡という場所から持ち出されたお宝を追っていたんです。古代遺跡？それは手遅れというやつだな。え？先ほど今年の優勝商品が発表された。古代遺跡から発掘された世界最古の指輪だそうだ。キリト君、それって私たちが探してたものじゃないかな。ああ、長い歴史があるってだけで高リソースなはずだ。どうにか手に入れないと。とにかくみんなと合流しようよ。そうだな。面白そうではないか。少しの間同行して構わないか。もちろんです先輩。And that explains this Roman Colosseum thing that is right in front of us. Oh my. Can I run, please? Thank you. The mark objective is... Wait! Save point was right there. And how the heck did we pass the save point? というわけなんだ、みんな。光る飴、三人だけで食べるのはずるいわよ。そこは見逃してほしかった。要するに喧嘩祭の優勝商品が人気のリソースかもってことでしょ。問題ないじゃない。問題だらけじゃないか。それティリーナさん、一つ質問。特別な人しか出場できませんか。いや、これから始まる体験式でベリク様の前でひざまずきさえすれば誰でも出場できる。案外簡単ね。ただし参加人数が毎年増えていて、今年は各地の腕自慢が1万人以上参加するので、予選で10人抜きを達成した後100回戦を勝ち抜く必要があるがな。ほらキリト、全く問題ない感じ。今のまま全く問題ない感じじゃないだろう。勝てば大丈夫だから。100戦も勝ち抜かないといけないんだぞ。誰がそんなことをできるってんだ。大体どうして俺が出場する前提なんだよ。別に他の人だって。ごめんねキリト君、観客席で売り子が美味しそうなもの売ってるのが見えて。目いっぱい応援しますから、どうか食べさせてください。理由そっち。あ、じゃあ友情。ごめん、僕喧嘩って響きがどうも苦手で。剣術大会と一緒だよ。出場する選手層が苦手というか。わかるわ、ゴロツキっぽいのが混じってるから乱暴な戦いになりそう。私も嫌。あ、リーズ、私喧嘩って響きは嫌いじゃないけど、重量武器だし連戦に向いてないと思うわ。あ、じゃあリーファ頼む。戦うよりタオル投げる役の人やりたい。キリト君が出るなら私が投げてあげる。それ負ける時に投げるやつだろ。俺は勝つから。
はい、強気の発言出ました。キリト選手出場決定。みんな拍手。頑張ってください。応援します。キリト君、ファイト。誘導尋問に引っかかった。出場するのだな。体験式に私が案内しよう。頼みます。介添え人を一人つけられる。誰かついてくるか。私絶対に私。最高のタイミングでこれ投げるから。リーファでいいけど、タオルは置いていけよ。ようやく体験式が終わったか。気を抜くな。すぐに予選が始まる。試合場に向かうぞ。試合場は町の中心部だ。行けば。まあ、わかる。